ゴンドラは、吊り足場及び昇降装置、安全装置などにより構成され、昇降装置により昇降する、機械足場。一時的に屋上に吊り元を設置し、吊り元からワイヤーロープを吊り下げ、作業床に取り付けられた巻紙機に通し、ワイヤーロープを掴みながら昇降する。下半型ゴンドラは法的な名称で、建設時から設置される常設型ゴンドラと区別するために、 仮設ゴンドラ、または単にゴンドラと呼ばれる。屋上に設置された巻き紙機からゲージを取り付けたワイヤーロープを巻き取るタイプのゴンドラ。主に高層建築物において、日常の窓拭きや外壁点検、補修に使用するためとして、ビルの建設時から屋上に設置される。一般に屋上にレールを設置し、レールに沿って横移動するものが多い。また、 自動窓拭き装置を備えたものを設置されることもある。建物の高層化やデザインの多様化に伴って、クレーンのように大型化、複雑化してきている。常設型ゴンドラは法的な名称で、一般的には下半型ゴンドラと区別するために、本節ゴンドラ、または窓拭き機と呼ばれる。従来の足場と比較し、高い建物高さでも補強の必要がない、防犯性に優れる、 症候が楽になる、設置の手間が少ない、景観が優れるなどの利点があるが、風に弱いという大きな欠点がある。労働安全衛生法では、10分間の平均風速が秒速10メートルを超えた場合に作業中止をしなければならないとされているが、秒速10メートルまで強くなくとも大きく、コンドラが触れて作業効率が低下する。壁面の部分補修などの際には、 従来の足場を組み立てるよりも手間が少なく低価格で使用できる機動性の高さからよく使用される。また、超高層建築物における修繕工事においては地上から積み上げていく方法では安全性や費用に問題があるためゴンドラが使用される。主に下半型ゴンドラにおいて落下や墜落などによる労働災害が発生することがある。また、 ゴンドラによる物損事故などを引き起こすことがある。安全意識の向上と安全装置の普及により近年は件数が減りつつある。事故を防ぐため世界的に従来型足場よりも強力な規制が存在する。日本では労働安全衛生規則及び労働安全衛生法にてゴンドラが定義されている。厚生労働省告示としてゴンドラ構造規格及び ゴンドラ安全規則が存在する。運転するには、ゴンドラの取り扱いの業務に係る特別教育を終了したものでなければならない。他方で、アメリカでは、お社規則にて、ゴンドラの規制が存在する。その他の各国にもゴンドラに対する規制が定められている場合が多い。一方、作業中に上昇、加工ができなくなる、いわゆる、宙ずりが発生することがあり、 報道されることがある。ありがとうございます。